さかなラボ。まや、さかなラボのさかなちゃんです。さんちゃんです。さっちょです。はい、皆さん、今日はダーツバーの名前を決定します。はい、決めた。なんと、35件の応募がありました。35件。ありがたい。ありがたいです。ありがたい。だってさ、この前炎上したばっかだよ。本当ですね。本当に 2,3 件かと思ったら35件も。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、決めていきたいと思うんだけど、はい、おのおのがね、はい、まずどれが一番ビビッときたか、はい、それ一人ずつ語っていこうよ。ダチョもありますか？あるよ。サイちゃんあるね。ありますよ。 OK、 ということで、はい、俺から話していこうと思う。どうぞ。フィッシュ&ライノ。おお、あったでしょ。見ましたね。あったよね、はい、それもすごいいいと思いました。魚と、はい、ライノってサイちゃんのサイだね、うん、動物のサイがライノって言うんだけど、はいはい、フィッシュ&ライノ超シンプルでいいなと思って。そうですね。これが俺の一押し。はい。さえちゃんは？僕はですね、うん、プレザントスタッキング。あった、ちょっとおしゃなやつ。おしゃなやつですね。ね。で、意味が、うん、あの楽しい積み重ねっていう意味らしいんですよ、うんうん、ダーツバーに来てくれた人が楽しい時間を積み重ねてくれたらいいなっていう意味もありますし、うんうん、あとは僕らがね、うん、あの積み重ねたっていうのもあると思うんですよ。ブル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 ですね。確かに。あとね、あれいいなと思ったのは、はい、ダーツってスタッキングっていう、はい、あ、ありますね、用語がそもそもあるじゃん、はいはい、それがいいなって思ったね。そうですね、うん、そうセンスのいいおしゃなやつ、はい、でもサイちゃんが言うとちょっと中二病に聞こえる。なんて。はい、ということで、はい、最後ダッチョさんどうですか、うん、ちょっとね、うん、言いにくいんだけど私もプレゼントスタッキング、うん、おはあれ、お、決まった？決まってない。決まった。まだ自分の意見をみんな一人ずつ話しただけで決まってはいない。納得いかねえ。納得いかねえ。おかしいでしょ。普通にさ、みんなの主張してたらなんか2対1みたいな感じになってさ、そうですね、確かに数の暴力でなんかあの倒そうとしてさ、それはおかしいと思うよ僕は。ダーツで勝負だ。ダーツで、もうみんなが争った時はやっぱりダーツで勝負するのが一番揉めないんじゃないか。多数決に決まったのにです。なんだ。俺がなんかごねてるみたいじゃないかよ。まあいいですよ。うん、勝負しましょうよ。お、勝負しよう、うん、じゃあ俺がダーツ勝負しようって言ったから、はい、さっちゃん決めていいよゲーム。じゃあね、航空一発勝負。短くない？ブルに近い方が勝ち。いや短くない？だからいいじゃないですか。本当にその一本に全てをかけて、うん、過去一番短い勝負で、はい、ダーツバーの名前決まるのね。そうです。あー、オッケー、まあいい勝負やりましょうよ。それでは、はい、勝負しましょうか。はい、ゲームオン。じゃあサイちゃんから。はい、運命の糸ですよサイちゃん。はい、もう負ける気しないけどね。じゃあ僕も負けないです。よし、勝負はフォークですけど。はい、おー、結構端になっちゃったな。さあ決めるか。あー、やったー。あー、マジか。油断しすぎでしょ。一発勝負ですかね。うーわー、負けたフィッシュ&ライドで応募してくれたのりすきさん、すいませんでした。負けました。マジかー。移動しようか。よっしゃー、勝ったー。勝っちゃいましたよ。決まりましたね。俺さ、はい、多分ね、歴代でサイちゃんに負けた数そんなに多くないのよ。まあそんなに多くないけど、まさかこのタイミングで負けると思わなかったよね。一発勝負なんで。負けた、悔しい。決まりました。ちなみになんですけど、さかなちゃん的にどうなんですか、プレザントスタッキング。あ、名前すごくいいよ、はい、俺もう今なんか結構気に入ってて、うん、はい、略せるじゃん。あ、そうですね、プレザントスタッキング、略してプレスタって愛称で、はいはい、呼んでもらったらいいんじゃない。そうです ね、プレステみたいなね。いやいやいや。プレステはとても素敵なゲームだけど、そうですね、そう略すとなんか違う感じに聞こえる。はい、ということで、はい、ダンスバーの名前、はい、決まりました。プレザントスタッキングでよろしくお願いします。応募ありがとうございました。本当皆さん応募ありがとうございました。
はい、これからね、はい、ロゴの募集とかもしようと思ってんだよ。あ、ロゴの募集ですね。ね、はい、僕らデザインのセンス皆無じゃん。はい、誰も書けないですか。誰も書けないからまあこれはもう募集しちゃおうと思って、はい、それも動画にしていきたいと思うので、はい、ぜひ見逃さずに、はい、いてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。いいなと思った方グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てくださいね。それでは毎度毎度。